し行ってくるわ。はい。どうぞ入ります。失礼します。こちらが渡辺の、あの息子で、あの直樹です。はじめまして、渡辺直樹です。失礼します。失礼します。ちょっと俺聞いたよ。はい。でお前の母親もお前みんなお前親もお前みんな同じ町の出身でお前中学もみんなお前みんな一緒みたいだよ。はい、うん。ところでよ、この世界どう思う？まあ正直ヤクザっていうと、うん、周りにそういう人間がいないのもそうですし、まあ、中にはこう映画とか本とかを見て、うん、まあ、結構知ってる、まあ、友達にも いるんですけど、僕はそういうのも見なかったんで、正直今までほとんど無縁の世界だったんですけど、まあ、今回僕がまともな職にもつかずちょっとフラフラして遊んでまして、でその時今井さんに話をして、まあいい機会だから、まあ、修行をしにこっちに来た方がいいんじゃないかって話をもらいまして、でまあ自分でも悪いと思ってたんで、そういうフラフラしたりするのは自分でもいい機会だなと思ってこちらに伺いました、うん。まあこれから高校でな、はい、修行するにあたってお前いろんなことあると思うよ、はい、うん、やっぱりお前ねえ修行してお前いいことばっかりあるわけじゃないしねえ、人間関係も難しいし、はい、なあ、ただお前が修行するにあたって、はい、もちろん初めての経験だからね、はい、そのお前が見るもの、はい、感じるものな、はい、体験するもの、はい、ね、いいこと悪いこと、これ全部勉強だ、はい、なあ、ただ自分でいいと思うことは吸収し、はい、悪いものは全部切り捨てろよ。それはお前の自分の判断でお前がやれよ、はい、自分で感じたことで、はい、うん、で頑張ってやれよ。ところで今いくつなんだ？二十歳になりました。二十歳か、はい。じゃあ今の二十代にお前の若者にはお前そういう頭が流行ってんのか？え、ちょっとこれが別に流行ってるわけじゃないですけど、うん、ちょっと切りに行く時間がなくて、うん、はい。でもやっぱり修行するのにはなお前、はい、やっぱり身軽に動けるようにお前髪の毛はやっぱりああなあ、はい、そのボサボサ頭よりもお前、はい、短くしてなあ、やっぱりいつでもお前パッと動けるようにした方がいいから、はい、だから明日でもとか言ってさっぱりしてこい、はい、よかったな。わかりました、うん、いやそろそろ失礼します、ね、うん、失礼します。うん、頑張ってやるな。はい、ありがとうございます。うん、失礼します、うん。今いくつなの？今二十歳ですね。いいなぁ。いいですか？いい、うん。僕が二十歳の時は暴走族だったんだよ。ああ、本当ですか？うん。君は？それでやんなかったの？いや、16の時一緒やってたんですけど。あ、そう。一日だけなんですよね。一日だけか。一、はい、日で卒業？卒業っていうよりも。うん、なんだろうな、まあ、友達がまあ俺をどうしても入れたがってて、うん、でまあ行ったわ、まあ、めんどくさいから行くかって話になって、うん、でやるっつったんだけど、うん、その当時に、うん、パンチにしなきゃいけないって言われて、うん、頭を、はい、はいはいはい、それは嫌だなと思って、うん、それしなきゃいけないなら俺やめますと、うん、そう言って、それで一日でやめちゃったのか。それで一日ですね。
これ着替えて、はい、あそれもう着ないから、はい、今日からこれだからな、はい、わかりました、それ服捨てちゃえ、わかりました、失礼します、こうやってこう90度とね、90度、はい、部屋はまあ前でも横でもいいから、はい、あの深々とちゃんと気持ちを込めて失礼します、うん、やって失礼します、もう一回やって失礼します、うん、そうだね、まあまうん、あとはもう気持ちを込めてちゃんと、で出るときは失礼しました、失礼しました、うん、そう、朝最初に来た時は、はい、おはようございます、おはようございます、おはようございます、うん、ここが、はい、組長のコップと、はい、うん、飲み物とか、これは組長のやつな、全部組長のやつ、はい、あとお客さんのコップと、はい、これは本部長のコップ、あ、はい、この辺が、はい、お客さんとかのコップな、うん、若い人とかのコップ、はい、でこっちから上が全部組長のやつ、はい、食器かな、全部組長のやつ、はい、うん、おしぼりこの奥の右側のが組長のです、はい、でこれが頭です、赤いのが、はい、でこれ本部長です、はい、で今ちょっと減ってますけど、こういう客人来た時出すようになってますから、うちのポット組長です、組長専門です、はいはい、でこっちは若い人とかみんな使ってますから、はい、はい、間違いないですよ、わかりました、でこの冷蔵庫が組長の全部、あ、そうです、うん、はい、食事の配当から、はい、この冷蔵庫に組長よ、わかりました、うん、コースターお願いしていいですか、うん、それ畳み方も決まってるわけ、畳み方決まったよ、こう二人で持って行って、はい、はい、失礼します。まあ老しぼりか。はい。この時に、はい、名前が後ろ、こちらの これがですね、名前がこっち、はい、ここ座ってた、はい、ここで、で、おしぼりが右、はい、で、失礼しました、失礼しました、すみません、すみません、池さん、年いくつなんですか、26、うん、俺、こう見えて二十歳なんですよ、まだ受けとんな、え、よく言われる、うん、ちょっと直樹、受けすぎやな、ちょっと受けすぎですか、うん、そこまで言いますか、今日でもまだ俺会ってない人とかいっぱいいますか、おる、バウル、なんか緊張しますよね、うん、最初はな、やっぱりな、うん、緊張するやろ、うん、怖い人とかいる、いや、怖い人、怖い人は俺のちゃう、うん、そうですか、うん、怖い人いないですか、こういうところで、いるって、そういうイメージあるじゃない、いや、大丈夫やろ、うん、そうですかね、うん、工業は組員30人を抱えており、事務所はマンションの7階、その部屋の窓からは大阪ミナミの繁華街が見える。この部屋には部屋住みと呼ばれる若い衆3人がいつも寝泊まりする。こちらへ来てどのぐらいになるんですか。ここは
11月に来ましたんで。あ、じゃあまだ5ヶ月5ヶ月ぐらい。はい、そうですよ。あ、なるほどね。正直にみんなの目下だよ。はい。部屋にあった彼の愛読書は、暴力団壊滅せず柳川組の戦闘新大阪極楽極道戦争、はい、でこの中これはやっぱりあれですね、異色ですね。新六法、法律もやっぱりね、ええ、勉強しとかんと。はあ、こんな事件はどれぐらいかなとか。ああ、なるほどね、はい、その判例。はい、そうです。はあ、それどういうことしたらどうなるっていうことをやっぱりきっちり。はい、はあ、大体暗記してますか？もう覚えましたか？いや、そんなことです。じゃあ、ジェミナがいつも普段生活してる、寝泊まってるんで。お筆は関係、まあ、一応普段天気いい時はみんな屋上に洗濯を干してるんですけども、ここが、そうです、自分はここ寝泊まり、普段はここで寝起きしてますね。じゃあ風呂、ああ、シャワー、まあ風呂になりますけどね。まあ普段、まあ自分らが使ってる風呂場ですね。あ、これは、まあ、まあちょっと自分、まあ衝撃出てその足で来てるんで、服も何も持たずにね、ここへしゃがんなっていくんですから。書籍ですね。そんな本が多いわ、いろいろですね。まあ親分の本もあるんで、これといってヤクザの事務所だからヤクザの本ということはないんで。小説とか、普通の一般の小説とかもありますね。うん、同じ本がいっぱいあります。ああ、これみんな差し入れてもらったやつですね。みんな番号って刑務所に1回入ってる本なんでね、うん、そこに番号売ってるじゃないですか、はいはいはい、でこれってあのよく拘置所とかね、あの刑務所で行った時の、ね、行った時の。こういうの読むわけですか？そうですね、まあ、ある程度刑務所の中でもそういう癒しでもあるんですか？そういう可愛らしい動物を見たりとかね。ね、たまに刑務所におったらやっぱこういう可愛らしい本を読むっていうのもあるじゃないですか。これは、あ、これはちょっとあのこの間あのちょっとカジュアルの時代にとかテントをもらってきたんです。テントもらってきたっていうか、ちっちゃいテントなんですけどね。まあ屋外でバーベキューやるみたいな、そんなあれですね。マシンガンとかでは、いや全然知らない。なんでやったの？そんなに広さにマシンガンなんか置いとけるわけじゃないですか。今マシンガンなんか普通のなテントです。ヤクザの事務所だからって拳銃とかね、マシンガンあるなんてそれは思い過ごしですから。拳銃はないんですか？ないじゃないですか。置いとくわけないじゃないですか。まあそういうの持ってないし。置いとけないんですか？置いとけなくて、銃刀法、日本の法律で拳銃所持は認められてないじゃないですか。いざっていう時はどこ？いざという時は、まあ、例えば他の国が攻めてきた。いや、それはどう対処するのかちょっと自分には分からないんでね。まあだからちょっとね、そのテレビの見過ぎとかそんなあれじゃないですか。部屋住みってのはどういう立場？部屋住みって言ったらやっぱりまだあの自分でやっぱりこの飯を送っていかん。だけど事務所のこと、その代わり事務所のことをまあやってもらえる。まずはちょっと部屋住み。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、2、3報告あるんで。お金もらってますよ。あれは、
あれはもう小遣いです。はい、まあ、事務所のこと一生懸命やってくれてるんで、まあタバコ代、はい、一人2万円、はい。それはそ給料みたいなことですか？いや、給料じゃないです。上手なかったです。本部に下に入って、わかりました。あの、眠らやるみたいな。はい、かくりこ、はい、恐ろしいかな。私はその川口会長のところのなんかあのまあ言うたら正義みたいなところですかね。あの水だったの三つ。はい。はい。はい。俺一人でこう飲んないで。真っ赤な顔してる。ナオトとよく似たんかな。前一回おったんや。18でな。声優が訪ねてきたところに。ね、中学校の頃な。もういじめられっ子でな。昔は面白かったんやで、ほんまに。え、大丈夫か。バレバレ。え。なんか滑舌悪いな。いや、滑舌いいです。悪いじゃないか。はい、何で分からない。自分で分かってるやん。あの酒が入ってましたね。え？酒がちょっと。うどつくな、酒入ってないと悪いわ。はい。一方ちょっと、あの、ここまで寄ったことないですね。寄ってんか今。いや、寄ってます。え？いや、寄ってます。はい。インタビューあんねんで。大丈夫か？はい。まずは、言われるかな。え？まっすぐ言われる。いや、歩きます。うまかい。はい。直とかまでしっかりな。はい。ならんかったらまでな。面白ないんや。はい。俺はな。
山口県岩国市、ここには郷田一家上田組がある。6月9日午前10時、親子杯の儀式が行われていた。ご列席のご一党様に申し上げます。潮も満ち、時間も上々となりましたので、ただいまより本日のおめでたき親子血縁の杯儀式を執り行います。本日媒酌人という大役を仰せつかまつりました私ではございますが、何分任侠道いまだ修行中の未熟者です。残学経験不足ではございますが、儀式滞りなく相済ませ、千住万歳行く久しくとのお声がかかりますまで、ご一党様にはご見分受けたまりますよう、伏して恋願い上げ立てまつります。親子杯、この儀式をもって初めて親分子分の関係が生まれる。水戸道家人、鳥持人、並びにご列席のご一党様に申し上げます。この杯は親子の杯です。一旦杯をもらえば、そのつながりは肉親の血以上に濃く強いものになる。この杯は出世杯です。一口二口三口で一気に飲みよし、懐奥にしまい、親に対し今後任侠道に勇を邁進する誓いを込め、一言ご挨拶をしてください。親分の一言で、黒いものでも白と言わなければならないヤクザの世界、いついかなる時も拳銃ドスの盾となり、親分を守らねばならない。親分、今後ともよろしくお願いします。頑張れよ。と呼ばれる若者がいる。午前6時、彼らの一日が始まる。掃除、洗濯、炊事、家事一切、それら全てが修行となる。最低3年はこの下積み生活を続けなければならない。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ポンプ変えてみ。ポンプ斉藤呼び。斉藤。失礼します。はい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 。
彼らには月に1万か2万組長からタバコ船が出る。実は許されていない。よっしゃ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 